城北公園は、静岡県静岡市葵区大岩本町29番に、ある、都市公園である。1985年4月開園。日本の都市公園百選。1970年まで、この場所には、静岡大学があった。静岡市立中央図書館1922年8月には、旧西静岡高等学校が設立されて、静岡県安倍郡。 安藤村大岩に高知を構えた。1929年3月1日には安藤村が静岡市に編入されている。太平洋戦争後の1949年に新生静岡大学が設立されると、旧生静岡高校は新生静岡大学に包括され、大岩には分離学部と教育学部が置かれた。1965年には、 文理学部が人文学部と理学部に分離されている。1970年には静岡大学が大岩から大谷の丘陵地にメインキャンパスを移転した。静岡市が大岩の静岡大学跡地に建設し、1985年4月に開園したのが城北公園である。公園の開園前年の1984年には一足早く、 静岡市立中央図書館が開館しており、大手町の旧建立ち青い文庫跡地から移転した。1989年には、日本公園緑地協会によって、日本の都市公園100選に選ばれた。南北が約290メートル、東西が約210メートルの長方形であり、面積は6.1ヘクタール。臨在寺はス停に近い南西角が、 公園の正面入り口である。南端部には静岡市立中央図書館があり、南東部には静山を借景とする日本庭園がある。日本庭園の池の周囲には紅白の梅が植えられており、2月後半には満開となる。3月下旬から4月上旬には桜の花見が楽しめる。中央部には公園の象徴である直径19メートルの 花時計があり、西部には水の広場が、東部には子供の広場がある。北側半分は土のグラウンドがある自由広場となっている。1996年には北端部にゆったりトイレが設置された。男女とも車椅子でも使用できる個室があり、また背の低い便器や手洗い場、乳児用ベッドなどがある。周辺は静岡市有数の文教地区である。 大きな岩盤であることから、大岩という地名がついたとされる。バスでのアクセスは静、鉄ジャストライン中原池谷線、安藤巡環線で約20分。臨在寺バス停で下車して徒歩。静畑山とその周辺。中央やや上にある長方形の緑地が城北公園。右下の緑地は寸府城公園。ありがとうございます。